負けてしまいました。はい、やっぱりこのままじゃ。プロデューサーさん、私もっともっと頑張りたいです。だから私にやれることを教えてほしいです。皆さんに伝える。わかりました、やってみます。はい。すみません、なんだか力が抜けてしまいました。でも勝てたんだ。私、先に進めるんですね。はい。皆さんをとっても近くに感じて、思いと気持ちでたくさんお話ができた気がします。理由はなんとなくわかるので、自分と向き合う時間が足りなかったんだって、考えるのが遅かったって。でもだからまた最初から始めたいです。そうしないといけない気がするんです。プロデューサーさん、こんな私でもこれからもプロデュースしてくれますか？はい。あのプロデューサーさん、お休みをいただくことはできないでしょうか？ありがとうございます。それじゃあ私これで失礼しますね。決勝戦、とっても素敵でした。ステージのアイドルの方がすごく輝いていて、応援しているファンの皆さんも笑顔でいっぱいで、あのステージに私もプロデューサーさん、今日は連れて行ってくださって本当にありがとうございました。ありがとうございます。でも、ファンの皆さんがあんなに声援をくれたのに、ステージまでたくさん聞こえてきたのに、答えることができませんでした。私が自分のことばっかりしか考えられていなかったから、皆さんはいつも私を応援してくださっていたのに。
ました。プロデューサーさん、ありがとうございます。ここまで来れたのはプロデューサーさんがいつも付き添ってくださったからです。私が道をそれてしまってもいつもそばで。私ちょっと前までは一人で頑張らなきゃって思っていました。でも今日ステージに立ったら私は一人じゃなかったって気づいたんです。プロデューサーさんやファンの皆さん、それにスタッフさんたちもみんな、皆さんがいるから私はここにいられるんだって。負けてしまったのはそれに気づくのが遅かったから。プロデューサーさん。